べえ、あれ1万ソウルなんだよな。絶対回収したい。序盤は絶対いける。そのまま降りたらよろしいやろ。オッケー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 。で、自分の結婚に触れる。で、この片足しか乗ってない状態からターン。色のないデモンズソウル。あ、めちゃめちゃレアなやつじゃん。デモンズソウル拾った。ちょ、なんか撤退するアイテムない？やばいわ。ソウルを失って神殿に転送するアイテムしかないわ。マジ？これ角度いける？いける口？いや、いける口。ジジメン、ジジメン。いや、てか俺マジでこのデモンズソウル落下死しかしてねえな。落下死以外で俺死んでなくない？はい、失った。はい、1万ロスト。 GG、 ありがとうございます。あざまーす。デモンズソウル最高。はい、ということで、ここ王の高騰っていうのがまあ4面じゃないですか。だからちょっと置いといて、こっちかな。どこだっけ、あれか。ここまだ一回も行っていないので、行きますかね。ほほー。孤島の縁。えにし、もしかして。ルロケン読んでっからよ、読めるぞ。え、なにこれ。長やめあっちだ。ライやめ、うわー、めっちゃローリングするやつ。やばい。で、こうでしょ。あ、オッケーオッケーオッケー。ローリングに行き、俺やん。いや、めっちゃ俊敏やね、自分。サイボーグ？ゾンビ？いや、ゾンビちゃうな。ゾンビの鎧を持っとったサイボーグみたいな。っていうかさ、この一回死んでさ、人間じゃなくなってソウル化したらさ、ヒットポイント半分えぐれるの、マジえぐいと思うんやけど。体力半分はつらいな。俺体力さ、20ぐらいで止まってんのよね。ほとんど上げてないのよ。え、ここ行かれへんの？ここ、え、うわ、なんかやべえやついる。え、しかもなんか生きてるやん。キモ。まあ、とりあえず先進みますかね。よし。うわ、やべえやついる。はい、撤退。もうやばいやつやん。あれチュートリアルのボスちゃん。モブで出てくんの？モブやんか。しかも上にこれ弓兵とか配置されてるパターンやんか。はあ、オッケーオッケー。もうサイド行くわ。ずれるずれる。で、なんか空中浮いてるさ、あのエイみたいなやつも襲ってくるんちゃん。いや、待って、まずはソロで戦わせてよ。なに？なに？うわっ！うわわわわ！うわー！チェケシャ！なにされた？前から指輪飛んできたんか？吹きや？うわっ！くしくそだりー。これ後ろから来た？前から来たよな。だから、立て、やっとけば大丈夫なはず。やべ！あぶねー！なんかスイッチあったな。踏んだわ今スイッチ。どれや。うわ、ナッツ。なんかあったわそういうの。はい、こっちはなんぞや。ん、わお、強そう。うれしこいや。うえい、やばい。いや、あれ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 、ここめっちゃむずない？いや違うね、むずいとかじゃないね。ヒットポイント半分しかないからや。ちょっと待って、ちゃちゃちゃ、おかしいおかしいおかしい。これこれ、儚い瞳の石で肉体を取り戻そう一回。そう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 。いや、おかしいよね。俺絶対おかしいと思う。半分持っていかれるのはやばいって。死んだらデスペナルティがエグすぎるって。おーし、リベンジや。体力マックスあっからよ今。うらっ、いや、はい、後ろもらいました、ありがとうございます。ジジメー、よっしゃ、43はやばい。で、これ一気に首広げる。よし、うらっ、やばい。で、3、やべえ、4回。いや、大丈夫、1回、それ1回か。完璧な防護があるから。やばい、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 
くこと覚えろ。カス。あぶね。ついてくる？ついてはきいひん。うわあ、クソざま。逃したら俺の千載一遇のチャンスを。ほらね、こういうことよ。こういうこと。ヒットポイントが通常通りあれば大したことないねんて、あんなやつは。もらったぜ、クド。もらったぜ、おら。ヒャッホー。はい。ドンマイト。大丈夫？これサイド回れるの？あ、サイド回れるわ。戦えない戦えない。うわやべ、こんなクソ狭いところでお前やめろや。あ、やっべ、持っていかれたスタミナ全部。いや、これ実質一月しかできない。おらおら、はっ、びっくりした。やめてそういうの。あ、これ秘密のドアじゃん。ほらー、やばー、秘密のドアやったよ。ほんまにほんまに秘密のドアやねんけど。嘘、すごっ。やっぱりあるんや、パート1から。パート1っていうか初代ダークソウルから。いや、うわ、もうやばい、このボケカスがこいつ。やばいって、やばいやばいやばい。え、なに、ブラッドって、ブラッドって何？ああああああ、ブラッドって何？ブラッド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 。かかかかか、一回回復して、一回回復して、いいから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 。やべ、あいつを先に倒さないとめんどくさいことになる。いやー、あれ引っかかってる、信じていい？あ、どっか行ったな。引いた引いた。出血を癒す、あったあったあった。出血の効果なんかやってくんの、あいつ。うー、よくもやってくれたな。うら、俺の方が早く行けよ。やっべ、行って、いや、機関士機関士行った。あー、うわー、うわお、マジ、お、超絶ゴリ押しや。あー、初心者の頃の俺を思い出すわ。ここはやば、そういう感じになってるやん。昔はゴリ押ししとったな。とにかく連打しとったな。懐かしいわ。なんかすごいところに誘われてませんか、僕たち。開く緑道の鍵を使いました。何、ハゲてるやん。それはデコ広いじゃ通じひんと思うで。うん、ハゲ、うわ、ハゲてるや。うわ、ハゲが見てるわ、こっち。何しよん、ハゲ。助かったぜ。助けたつもりはないねんけど。まさか俺があんな罠に引っかかるとは、焼きが回ったってもんだ。あんた、ありがとうよ。俺は発掘者ブライジ。ブライジ、礼と言っちゃなんだが、必需品を融通してやってもいいぜ。こんなところだ、どうせ困ってんだ。いや、でも有料なんでしょねえ、商売してるじゃないですか。助けたのにお礼は。まず、まあいいや、こいつは別にいい今のところ。まあここで買い物もできると。いやー、でももう二度と来んけどね、こんなところ。買い物に来るまでの難易度が高すぎる、あまりにも高すぎると思うよ。ここは、うわ、やべ、どこ、後ろか、前、あぶねあぶね。なんかまた いたらの踏んだか俺。こんにちは。いや、これはボスじゃないね。はあ、なんか、いやー、びっくりした。裏側についたいうことか。はあ、なんとか抜けれたんや。怖っ。行って、はっ。あ、お前、やっばい、だっ。なるほど。ちょっと待って、これ拾わせて。あぶねー神回神回避したあぶねー。うー、なるほど。じゃあ、エイも倒さなあかんのか。いや、どうやって倒す。いや、っていうことは、エイ2匹を相手しながらこいつを倒さないといけないっていうことか。それはさすがに無理ゲーやな。でも魔法でチンチロ攻撃しとったらいける。じゃあ、いけそう。攻撃してくる。エイはどこ行った。エイは、エイ来いや。いた、あった、やってくれたな。あ、弱っ、めっちゃ弱い。シェ、どんなもんかやってみる、こいつ。ソウルの光で、うれ、なんか来るね。え、最悪ねえ、もう死んでんじゃん俺ここで。なあ、もうやばい、フリーズがやばいって。俺ね、デモンズソウルでフリーズね、もう5、6回なっとんのよ。なあ、もう死んでるやろこれ。中進んでないよね。はあ、もう、あー、オッケーオッケーオッケー。
生きてたわ、生きてた生きてた、あぶねえ。ってことは一生ここでチンジロ攻撃できるいうわけやね。ちょっと待って、もう一回集中力切れたから一回休憩休憩。はい、ということで翌日おはようございます。休憩のつもりで始めたエイペックス朝の4時までやってもうた。やばい、寝起きにこれ重いな。なんか雑談したい気分やねんけど、なんかこんなまがまがしかった。背中からなんか尻尾みたいなの生えてない？何あれ気持ち悪い。戦ってみる、戦ってみるか。やめてな。114、わお、あれ弱そう。81、あれ極めた。え、以下このパターンじゃない。何このデブ、くっそやめ、俺こんなやつに最初負けたのかよ。一回でしょ、またなんかジャンプして。あ、一回、めっちゃ弱いやん、絶対勝てるやんこんな。ね、そのジャンプ何、俺はただのデブじゃねえ、動けるデブだビヨーンみたいな感じ。まあまあ一発食らったら引けばいいんすよ。ほら見てるだけやもん、めちゃめちゃ簡単やんこいつ。見かけ倒しやないですか、キモ。いやだから PS5 の画質でデブ映すなってめっちゃキモいから。目と目が合うこの瞬間、二人は気づいた。ちょっとおー、このまあなんなん、なんかやってこいよ。見てるだけなんデブ、それ以上先は来れない。あ、じゃあもう絶対弓矢とかで倒せるじゃないですか。振り払うだけでしょ、でジャンプ。おジャンプがマジで意味わかんないからね、マジでジャンプ意味わからんよ。何その動けるアピール、うまい、うまー。はいはい、極めてもうた、またジャンプや。いいって、動けるアピールはいい。あのな、わかったわかった、痩せろ、もうそんなんええから。はい、うまい、うまー。いやもうなんかめちゃくちゃ成長してるわ、ありがとう。ブルブル震えてはったデブ。1000円しかもらえないの経験値。あー、じゃああんまり強くないんだ。灰色のデモンズソウル、あ、でもデモンズソウルもろたよ。キリジ、なんかさ、いい武器結構ゲットしてるよな最近の僕たちは。とか言いながらずっと斧、やっぱ斧がね手に一番馴染むわ。ずっと脳筋系でやってきたから馴染む馴染む、使いやすい。なんかこうレイピアみたいな細身の剣とかそんなもうよう使わん。ちくしょう、うわ、またいんの、あいつ。チュン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 、やめや、ええな、降りてこい。あー、もしかしてこんな細い通路でチュンチュンしてくるんちゃうやろな。いやいやいや、マジやめろよ。いやでも大丈夫、当たらない。やべ、嘘、それはやばいでしょ、それはやばい、絶対やばいやつやんそれ。ここで戦わせんの、ちょっと来て、おっそ、コーヒー飲もうかな。あ、もう来た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 、こっちでやろう。強そうだな、なかなかの好敵手お見受けするが、それ1個しかできない、やっぱり。やーぶねー、いけ、応戦、やばい、あぶね、2回でこれ追撃の3回が来る。ほらね、やっぱね絶対最後は大振りって決まってるんだよね。デモンズソウルの敵は嫁嫁よ、嫁嫁、ショコラテのように甘い坊やだね。この上のやつがマジでうぜえな、まだいるわ。いや大丈夫、このやや広いところだったらいける。上から降ってきたりすんなよ、よし来い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 。いやこれ大振り、いや1回じゃん、2回で追撃の3回でこれ終わり。いや4回、ずっとおめえのターンじゃねえか、ふざけやれお前。俺にも切ら、やばい、死ぬ死ぬって、俺にも切らせろ。え、もしかしてついてきてない、ついてきてる、そんなことしないよね。はあ、なんかついてきてるわ、むっかー、死ね、ぶっ殺す、死ね、ブーあれ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 、はいはい、甘い甘い甘いね、甘い。ふう、危な、いや俺魔法剣士やからな、そりゃ距離開けて魔法を撃つに決まってるやん。いやまたいんの、いやめっちゃ君来るやん。いや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 、細すぎる、ちょっと近づいてきてもらおう。
広いところで戦おう。君も落ちそうやで、慎重に来てるやん。めちゃめちゃゆっくり慎重に壁に向けながら来てますやん。やっべ、あ、一発、やろ、二発で、これ追撃の3発で、まだ来るやろ。いや、来ない。いやー、一発で来る、二発で、これ3発目来る。で、この後に4発目来たんだよな。ちょっと待って、見てる間に俺死にそうやねんけど。ちょちょ、もう行ってよー。あ、これチャンス、よし。うー、わお、わお、なるほど、ここはボスだな。ショートカットしてない、用意されてないの。いや、マジか。これちょっとさ、マジで俺思うねんけど、デモンズソウルボス戦までたどり着くのめっちゃしんどいな。え、何回もトライアンドエラーやりにくいんやけど、ここまで来るのに俺1時間ぐらいかかったんやけどさ、多分ボス戦来るのに20分ぐらいかかるよこれ。そまか。いやー、ってなるとやっぱり1回で倒しきりたいな。よし、行くか。金の中に入る。いやー、審判者、ええ気まずげる。これ上からさ、鎮痛の攻撃、あー、勝ったわ。あ、勝った、勝った、勝った。ごめんね、勝った俺。あー、勝った、もうこれ100勝ったわ。え、弱っ。もう、ね、ボスさ、やばい、これ落ちたら死ぬ、これ落ちたら格殺取られるパターンだ。あー、なるほど。え、なんかデモンズソウルは道中の方が難しくてボス戦簡単だ。なんかめちゃくちゃ簡単にできてない。あー、でもやっぱりショートカットがなくてむちゃくちゃここまで来るの大変やから、ボス戦は割とイージーに作られてんのかな。これだって落ちたら死ぬよ。え、いいの、これ正規の戦い方。納金はどうするの。どっか階段あんの、弓矢でやれってこと。あ、階段あるな、降りれるようになってる。え、これマジでいいの、この倒し方で。ねえ、ほんまにいいのこれ。おーい、審判者、マジでいいのかよ。は、ちょっと待って、これ、ちょっと待って、俺デモンズソウルのやり方わかんなくなってきた。え、これ何、どう実況したらいい。え、俺さ、ちょ、うすうす気づいてきたんやけどさ、魔法戦士ってさ、もしかして動画つぶし。それー、弱えー、くっそ弱えー。むちゃくちゃ弱い。あれ、俺脳筋の方が良かった。いや、ていうかデモンズソウルはやっぱり諸女作だわ。諸女作、うん、やっぱセキロとかダクスト3とかそこら辺の新作を味わってこれ旧作戻ると、いや確かにむちゃくちゃ面白いけど、なんかボス戦が億劫すぎる、遠いねん。ショートカットっていうか、なんかその近くにかがり火とかもないから遠いのよ。遠いからね、なんかこうな、負けるのがしんどいんだよな。それがダークソウルっていうか、それがデモンズソウルなんやろうけど。 OK、 じゃあ引き続き進んでいきますか。再火の道言うんかなこれ。ほほーん、お、いや、生きてる、やっばかっこいい、その弾、魔法使いの私が持つにふさわしい。よこせその鎌、光る鎌ちゃん、俺も光らせたい。うわ、なんかめっちゃ現れへん。うわ、キモ、もうなんか盛り上がってるやん、一人で。引くわ、高っ、身長高っ。あ、これ3 in 1できそう。おっとー、取れる。あ、あ、ちょっと早なった、怖い。てっててリリ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 みたいな歩き方してくるやん。なんか一人でフォークダンスやってるみたいに。てってってて、ゆっくりゆっくり近づいてきて。あ、お前何これ、やばい、これ降ろされる、やばい。なるほどなるほどなるほど、落としてくるタイプね。すん、いや、攻撃は遅いな、攻撃頻度はそんな大したことない。じゃあ大丈夫だな、これを落下死させるという魂胆の戦い方だよねこいつらは。はいはい、なるほど。ああ、なるほどね。え、
レレレレレレレちょ、マジで歩き方キモいねんけど。レレ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 、ちょ待って、これ一生湧いてくるんちゃう。君たちなんか一生湧いてきてんね。無限湧きやんね。これ下落ちたら死ぬでしょ。え、何、一回、これも一回だけ。なんかよくわかんねえな。で、このまま素早く行ってしまえっていうことなんじゃなかろうか。ですよね。オッケーオッケー。どっかに本体あるんじゃない？違うか。オッケー。とりあえずここ入ってしまえば、一生来るやんこれ。やばい。いや、まあでもかわしやすい。とってもかわしやすいし、全然強くないわ。ちょっと待って、これあれ速攻で倒した方がいいわ。完全な防御オンライン。いや、あいつ速攻で倒す。魔法使いいるっしょ、ここに近くに。いや、いいよ、ほっとけ。おった。この魔法使い早く倒す。うらぁ、死ねボケカスが。うめえか、無限生成してた愚か者はよ。やっほー。わ、お、俺のカマがどっか行った。あー、みんな死んだ。カマはかけら、うわ、カマ欲しい。そのカマ欲しいねんけど、おらないのか。眩しい。あれ、なんかこれエイじゃない？エイの死体がいっぱいあるね、ここ。は？こいつはまた攻撃してくんの？やめろ。やー、やばい。うわ、え、ちょっと待って、戻れない。これやばい、これやばいかもしれん。戻れない。ちょっと待って、やっぱか。あんまり暴れるなって言うたよな、あんま暴れるなって言って。やばい、マジぶっ刺さる。まずい。いや、これ一回飲める。うれ、ん、うれ。いや、だからその暴れおお、気まずい。うぜー、エイがマジうぜー。オッケー、あー、いいね、室内いいね。あったけー。そうぜーな、あのエイ。やっ、またここ召喚してくるところちゃう？雑体の始まりそうですな。うわ、始まってるやん。しかもなんかちょっと待って、やばいセロ、あぶね、ホローがおる。やばい、セロすぎる。それは、うわ、は、今度そんなことやってくんの？破壊光線、やばい。いやー、ちまったよ、もうまー